うわあったかあったかー、マジでありがとう、来てくれて。いや喋ったことあんまないもんね。そう、ないから。6人で喋ってる時になんか目見てさ話すとか言ってたやんそうだね。だからさ、なんかなんていうの、そこでもいいなと思ったし、それに話してみたいなと思って。高3だもんね。高3やねんな。そう、いや僕年上のそう人にね、結構敬語がね抜け ないっていうかね。で、今頑張ってるでしょ、めっちゃ頑張ってる。結構タメ語で生きてるんだけど。そう、だけどなんか結構親しみやすいっていうか、なんだろう、なんていうフレンドリー、フレンドリーだから、タメ語いけるかも。ほんま、頑張って。頑張るわ、頑張るわそう、緊張すんな、やっぱね。えらいね、勇気出して誘って、誰かとも話したツーショットで。さっき、ソータと話した。同い年の高3コンビで、高3、2人だけか。2人だけやから、そう、親近感湧くなっていう話。本当ありがたいです上がいてくれるだけで、なんかいやまあ自由にやれるじゃないけど、しっかり物ポジじゃなくていいって思うから、ちょっとふざけてもいいかなみたいな。いや、それ大事、ほんま、場を和ましてくれるし、おもろいの、ほんまに大事。いじられるキャラなんだよね、キャラ的には。おー、じゃあみんなでいじっていくか全然大丈夫ですじゃあまた明日もツーショット誘えたらな。おー、すごい積極的。まあ、とにかくなんか誘おうっていうかよりは楽しもう。そうやね、ほんまそう。もう高3やしな。そうだね、終わりやねん。そう、リベンジとかも無理なのか。そうやね、だからほんま頑張らな、楽しもうなと思って。楽しもうよ、楽しもう、明日も気楽に楽しんで、いい人見つけてって感じで。確かに、そうしよう、楽しもう。ありがとう、ありがとう。すごい、なんか女子部屋。何、なんかさ、何なに、これ、なんか何、入る、え、入ろう、一旦入ろう。怖い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 。明日はグループデートをします。朝から2班に分かれるため、今からグループ決めを、行います。なるほど。1人1つの箱を開けてもらいます。どれを開けるか決めてください。オレンジの人はアベノハルカス展望台タワーです。黄色の人は空庭温泉デートに。温泉どんな入っていくかは明日の朝までわかりません。じゃんけんやっちゃう。じゃあ1番行かせていただきます。これで。じゃあ2番、楽しみ。これで、じゃあこれで、はい、残り物ね。はいはい。オレンジが阿部はるかさん。きます。あ、オレンジ。オレンジやん。かわいい。お花だ、素敵。開けます、はい、これね、オレンジになるかもしれへんから。確かに、ここはちょっと怖いもんね。こうやってやってなんか絶対開いたなと思ったの前もやるわってことは事故かよ、事故かよ。じゃあ開けます。あ、黄色でーす。黄色かな。うん、ことはってことは
オレンジで。オレンジで。アメリカスで。なるほど。なるほど。よろしく。よろしく。おいおいおい。よろしく。楽しもう。楽しもう。イエーイ。結構積極的な方が温泉チーム来ましたね。これでタスクが温泉行ったらおもろいんだけどな。どっか決める。なんか置いてるよ。んこれ。ほんまや。え、全然気づかなかった。え、なにこれ。あ、でも決まりました。どうぞ。お、オレンジだ。展望台です。どっち、誰ですか。これは、まあ、お互い頑張ろうということでね。ライバルでもあり、友でもあると。そうだね。あ、見せないパターンね。始まりました恋する週末ホームステイ2023春スイートオレンジメモリー。やっべー。本日のゲストはビッシュの橋休めアツコさんです。アツコさん、よろしくお願いします。アツコさん、アツコさん1話目も見てくださったということで、はい、拝見しました。ありがとうございました。ね、人の恋愛に、はいはい、そのあんまり興味がなかったんですけど正直言って、はい、正直ですごくいいと思います。わかりますよ。ただこんなに私キュンキュンしたことあるかってぐらい、うん、その1話見て結構キュンキュンしちゃって、嬉しい、はい、自分が気づいてないだけで私実は人の恋愛興味あるのかなって。嬉しい。見て気づきました。自分に気づけた、はい、気づきました。 ありがとうございます。あ、そして今年、はい、そうですよね、去年発表になってましたね。6月に解散することがね、はい、解散前はじゃあ恋愛禁止ってことだったってことですか。じゃなくて、あの私のグループが恋愛 OK なんですよ、実は。あ、 OK のグループなんですか。恋愛 OK のグループで、ただその恋愛するにも決まりがあって、あ、例えば浮気はしちゃダメだったりとか、 あと夢の国は行くなと、夢の国はダメなんですか。はダメっていうのと、めっちゃ厳しいじゃないですか。あともう一つ、渋谷に行くな。この3つさえ守ってれば、じゃ あの大阪の方のそういう大きいテーマパークはいいってことですか。は大丈夫なんじゃないですかね。でも昨日ありますやん。え、それな、え、誰来るんやろ。誰来るのかな。え、だって3人やから2人か1人やろ、あ、私服2人来てほしいな。あ、私服ですね。なんか緊張してきた。緊張してきた。昨日会ったのに。なんかそうなドキドキや。かわいい。そうやんな、私服初めて見るもんな。楽しみや。楽しみや。え、でもさ、しおんくんはさ、うん、なんかちっちゃい、なんていう、メガネにさ、うん、かけてそう、かけてそう、かわいい。え、りんちゃん変わるね。わかるけど、り黒系のイメージある。モノトーン、モノトーン、絶対絶対するよな。そうたか、カジュアル系着てそうやけど、うんうん、ストリート系でもありえそうやったから、うんうん、どっちなんやろ、どっちかじゃない、うん、いや、タスクは、どんなんやろ、ちょっと清楚系っていう言葉あってんのかな、なんか爽やか系っぽいよな。どこから来るんやろ。どこから来るのかな。あ、来た。あれじゃない。誰だ。食べていいかな。2人。え、でもタスク君イメージ違ったかもに。違う。2人来たな。2人来た。なあ、よかった。髪型が変わってるからいいじゃん。一瞬気づかない。ダブルデートか、いいね。おはようございます。タスクいいね。かっこいいね。ゆるめのカジュアルですね。似合ってる。ソータもいいですね。予想してて2人で、うん、予想してて、でタスクくんがちょっとイメージと違った。っと、うん、割とアメリカカジュアル。そうそうそう、カジュアル、カジュアル、うん、ソータくんはまんままんま思ってた感じ。まんま、うん、いや、もうお二方もいいと思います。ありがとうございます。マジで似合ってるね、うん、制服じゃなくなると一気に大人っぽくなるっていう。いや、そう、あの髪もさ、なんか昨日と違うから、昨日と変えた、気づいた。今日は、今日ね、嬉しいね。天津、うん、違う違う違う、それまた安倍のハルカス。そう、安倍のハルカス。それそれそれは、なんすか、どこすか。あれです、多分あれです。でっけ、この建物でかくね。じゃあ行きましょう。行きましょう。いや、マジでかいな。
でかい。あの上まで登れるんだ。駅あったかない？あったかい。やばい。昨日と全然違うよ。あれの本当に。あやばいねんけど。おお。すごい。あのさ、え誰来てほしい？え誰だよ。え、かわいい。一生しない。頑張るね。そう、タスク君とココナは、ショート君。ああああああ。え、誰なん、タスク君とあと。え、でもな、誰来ても嬉しいかもしれない。間違いない。え、タスク君はとりあえず。気になるしな。間違いない。どんなんなんやろな。え、誰くんな。緊張する。えぐいねんけど。今日が始まる。それな。2日始まるんだ。何人なんやろな。な、日だろうな。うん、そう。おはよう。あ、おお。こんにちは。こんにちは。え、いいやん、いいやん。なんか予想してたのと違うよ。違う。ベストが意外。うんうん。合ってる。マジで。合ってる合ってる。いいやんいいやん。韓国っぽい。え、ちょっとどう。え、合わせたん。うん。偶然やな。偶然。偶然。え、だってジャケットもさ。な、確かに。ジャケットです。だってさ、カバンも同じやね。あ、ほんま。やばくない？確かにやな。似てる。え、3人なのかな。え、仲良くしような、しような、これ。いや、マジで。俺それだったらちょっと緊張して話せない。緊張しちゃったよな。無理や。そうそうそう。ここなんか一日中遊べるらしい。マジで。ほんまは。うん。じゃあ、行きましょう。行こう。イエーイ。足気をつけて。めっちゃブーツやん。え、高1、高2、高3やんな。おー、そうやんな。女子が押すね。ワン、ツー、スリー。グイグイ。やば。え、すごい。めっちゃ綺麗。綺麗。これインスタで見たことある。ここな。合わせ鏡や。みんなさ、ここでこうやってさ、なんかしゃがんでさ、写真とか撮ってない？写真撮る？え、撮るわじゃあ。オッケー、撮って。え、座ろ座ろ。え、なんか映えそうな感じですね。いくよ。だから撮る。イエーイ、来ちゃいました。これから行ってきます。行ってきます。おーおーおー、これや。大阪のチームラボみたいな。確かにチームラボっぽい。チームラボ。あー、もうあるな。あ、こも行ってみたいわ。なんかさ、ここめっちゃ広いやんな。いや、めっちゃ世界観いいよ。うん、いいよと思った今。な、やば。え、誰かいる。え、もうちょっと前進もうや。前進もう。待って、わからない。背高ない？これさ。高くない？俺めっちゃ低く見える。ちゃんと近くまで行って。やな、うん、え、誰か分からへんねん。見覚えある？いや、俺全然分からない。後ろ姿どうする？新しい人っぽいけど。なあ、声かけてみる。はじめまして、静岡県から来ました高校3年生、西野上信です。よろしくお願いします。お願いします。静岡。え、じゃあ、マジで本当にめちゃめちゃ緊張してるんで、早く仲良くなりましょう。お願いします。タイプがまた違っていいね。人数は、人数は男子が4で、女子が4で、男子が合わせて4になったから、今8人です、合計。あ、8か。あ、8人です、合わせて。で、今はグループ行動中。てか他のグループはまた別のところにいてて、そう、私たちはこの4人で4人でやるべきなんです。4人で、めっちゃ危ない。こっち来る。え、上信は西野美希さんの。あ、えぇ、そうなんですね。そうなんですか。やっぱ言われてみたら目元とかちょっと似てんのかな。最近誰かの親族入ってくること多い。ほんまっすね。見てくれてるかもね、自分の弟さん。じゃあ、おのずと極楽の山本さんの親族でもあるってことですよ。イコールで繋がってきますよね。義理の弟だ。義理の弟。確かに義理の弟。これは丁重に扱わないと。確かに山本さん。もうみんな結構仲いい感じで。おー、仲いい。でも私も上信君と同じで追加メンバーで昨日夕方来たんですよ。なるほど。初期メンバーやな。なるほど。え、なんかサッカーしてます。サッカーじゃない、バレーボール。あー、身長何センチ？78、178。あー、80ぐらいあると思ってた。ないっすよ、欲しいんすよ。80ありますよ、もう。じゃあ、あるってことで181とかにしとく。1とかにね、しときましょう。そうそう。え、今緊張してる？若干。若干か。慣れんの早そうよね。絶対慣れますよ。慣れますよね。慣れますよ。みんな慣れますよね。なんか楽しい感じやから。よかった、静かじゃなくて。じゃあ好きなタイプ教えてください。タイプ。好きなタイプは、まあ気を使わない子。なんか
ノリが合うっていうか。うちらじゃない？そうやな。あ、そうだね。めっちゃ合う、めっちゃ合う。うちらちゃう。めっちゃイケえわ。これから3人に、なんか第一印象みたいな。ココナは見た時に、まあ背高いなって思ったのと、髪の毛がいい感じやなと思いました。ありがとうございます。いいなって思いました。ありがとうございます。高身長。やっぱみんなそこ、うん、まあそこだよね。マジで背高い。あのジェネレーションとかエグザイルとかそっち系のかっこよさあるよな。本当ですか？だからえダンスとかやってそう。いや全く踊れないわけ。踊ってもらおう。踊ってもらおう。踊ってもらおう。まあそれはまあちょっとまあ楽しみにしといて。オッケー。練習しとくわ。うん、何する？まあちょっとなんかここ貸し切り風呂があるらしくって。ほうほうほう。一緒に入ります？行っちゃいます？入っちゃいます？入っちゃいます？入っちゃいましょうか。行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 っちゃいましょう。行こう。お風呂行こう。よいしょ。明るいおばちゃんたちやな、本当に。大阪のさ、悪いとこいいとこ全部出てるよな。びっくりした。ほんまにびっくりした。うん。明らか後ろ姿で分かる高身長イケメンみたいな。ほんで、振り返ったら、もうめっちゃいいです。いいね。最高ですよ。え、マジでびっくりしました。振り向いたらかっこいいみたいな。え、マジで一番タイプです。あと先輩なんで憧れの。まあなんか話しててもリードしてくれそうな雰囲気もあったし、話してみたいなって思いました。焦りますね、結構。そうだよね。上心がちょっとなんか強そうだなって見た感じで思ったんで、まあ、それに負けないぐらいに気が使える男でいたいと思います。しおんくんなんかめっちゃノリいいしかっこいいし、なんかもうちょいあれレベルが低くないと俺が目立たないというか、これじゃちょっと見せ場がなくなっちゃいますね俺の。面白いな。まあパッと見で言ったらマーリンちゃんかなって感じ。マーリンちゃん、まあ自分若干ちょろいと思うんで、ぐいぐい来られて来ちゃったらちょっとそっち側に偏っちゃうのかなっていうのがあります。ココナ大チャンス。すごい、ひらだけよ。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。確かに結構広い。久々に来たからさ、スカイツリーより眺め良くない？高すぎない？声リンリン、あれ名前なんだっけあれ。何？通天閣。あ、それ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 。通天閣って曇ってたもんな。怖いわ。ダメだ。怖い怖い怖い。全然克服してない。あれ、こうして教授は全然克服できてなかったわ。あかんねえやだ。怖い。もうお馴染みですか？関西の方からしたら。いや、こんなちゃんと見たのは初めてかもしれない。初めて。久々。写真撮ろう。4人で撮らへん。そう、写真撮ろう。バックで。はい、チーズ。いいんじゃない？あ、できてる。いい感じ。いい感じ。オッケー。ありがとう。めっちゃいい写真だね、本当に。おお、シャン。外やもうここ。涼しい。ちょうどいいな。今めっちゃいい感じ。一番好きだわ、この気温。わかる。なんか暑かったみたい。そう。上開いてんだもんね。なあ、空やからな。どうする？え？誰かおるよ。え？嘘やろ？マジで？これリベンジだよ。制服やん。あれ待って、誰かおる、誰かおる。オレンジタイムまだだよね。じゃあもうちょっと近づかへん。呼ぶ。こんにちは。こんにちは。せーの、こんにちは。こんにちは。おー、来た。あら、いいっすか。あらら。2022年秋リベンジできました。高校1年生16歳のいちかです。お願いします。お願いします。出会うはずのなかった高校生たちが同じ空の下、淡く甘い恋をする。めっちゃかっこいいなって思って。やばい、恥ずかしい。恋する週末ホームステイ。